ジョン・ウェルシュ・ジョン・ウェルシュは、アメリカ合衆国の商人、外交官。1877年12月から1879年8月まで、中イギリス講師を務めた。1805年11月9日、ウェルシュは、ペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて誕生した。ウェルシュは、公立学校において、初等的な教育のみを受けた。ウェルシュは、 父親から商人としての教育を受け、商業の知識を補った。最終的には大学へも進学したが、卒業することはできなかった。1834年、ウェルシュの兄二人は、父親と共に、西インド諸島からの輸入会社 S&W ウェルシュを設立した。ウェルシュも共同経営者の一人として参加したが、その経営には、強い興味を持たなかった。 ウェルシュは、織物産業に関心を寄せ、防食会社ウェルシュウィルコックスを設立し、共同経営者となった。そして1854年に、父親が死去すると、輸入会社 S&W ウェルシュの経営権を完全に兄たちに譲り渡した。ウェルシュは、共和党に参加し、フィラデルフィア市議会議員を数年間務めた。 また共和党と民主党の双方から指示を受け、市の減災危機委員会の委員長を20年にわたって務めた。ウェルシュはまた、フェアマウント公園委員会の委員、フィラデルフィア商工会議所の会長、複数の銀行の幹部、ノースペンシルバニア鉄道の社長も務めた。ウェルシュは、市の実力者として、フィラデルフィア万国博覧会を誘致し、財務委員会の委員長として、 大きな影響力を発揮した。ウェルシュは、万国博覧会のために、多くの労力を継ぎ込み、博覧会を成功裏に終わらせた。フィラデルフィア市民はウェルシュを高く評価した。ウェルシュには、市民から5万ドルが送られたが、ウェルシュはその受け取りを辞退した。ウェルシュは全額を、ペンシルベニア大学に寄贈した。ペンシルベニア大学はこれを感謝し、大学の建物に、 記念の銅板を設置した。ウェルシュは共和党の中で反キャメロン派であった。1877年11月、ラザフォード・ヘイズがウェルシュを中イギリス公使として指名した時、親キャメロン派のペンシルベニア州上院議員との間には大きな衝撃が走った。ウェルシュは1877年12月に新任状を法定し、 1879年8月に召喚されるまで公師職を務めた。ウェルシュは1886年4月10日朝11時頃、フィラデルフィアにおいて死去した。ウェルシュの葬儀は、セントピーター教会で行われ、遺体は、フィラデルフィア市内のローレルヒル墓地に埋葬された。ウェルシュの父親はイングランドからの移民承認ジョン・ウェルシュ。母親は17世紀末に、 イングランドからペンシルベニア植民地に入植した移民の末えジェマイマ・マリスであった。ウェルシュは1829年4月30日にレベッカ・バス・ミラーと結婚した。ウェルシュはレベッカとの間に以下の子供を設けた。アンナ・マリア・ウェルシュ・ウェルシュはレベッカと死別後、1838年2月6日にメアリー・ローバーと結婚した。ウェルシュは メアリーとの間に、以下の子供を設けた。エドワード・ローバー、ウェルシュ・エリザベス・トウエルズ・ウェルシュ・ジョン・ローバー、ウェルシュ・サミュエル・ウェルシュ・ウィリアム・ローバー、ウェルシュ・アリス・ウェルシュ・エレン・ウェルシュ、エレン。ウェルシュ、1850から1906、ハーバート・ウェルシュ・ ABC ・ディールーツ・ウェブ、S、ワールド・コネクト・プロジェクト・ハット・ ABC ・バーチャル・アメリカン・バイオグラフィーズ。 ハット a b u s デパートメントオブステートチーフスオブミッションツーユナイテッドキングダムハットザポリティカルグレーブヤードハット ABCD ザニューヨークタイムズエープリル 111886AB ザニューヨークタイムズオクトーバー311877ハットザニューヨークタイムズエープリル141886ありがとうございます